岡県川崎町にあるすみれ保育園です。園児たちが見つめるスクリーンに映し出されたのは子どもやバスのイラスト。私ママここにいるのに。みんなバスの中どうしたらいいと思う？クラクションを鳴らす。クラクションを鳴らす。クラクションに鳴らすの？うん。バスに取り残されてしまったとき、園児が自ら助けを求められるよう、SOS の方法を教えています。クラクションの他にも、防犯ブザーや電子ホイッスル、ワイヤレス型のチャイムの鳴らし方を教え、どれが一番音が聞こえやすいかを確認しています。聞こえない。何ですか今ホイッスル。ああ、聞こえない。あ、一番これこれですね。ワイヤレスチャイムっていうんですか。これが一番やっぱり効果的かなと思います。防犯ブザーの中の響きはすごいんですけど、こちらに聞き取りにくい状況ですね。去年の福岡県中間市に続き、先月静岡県で起きた送迎バス置き去り事件。共通するのは、いくつもの人為的なミスが重なったずさんな安全管理体制です。渡辺幸子園長はヒューマンエラーが起こり得ることを想定し、万が一に備えることが重要だと話します。もうみんなも気をつけてると思ってるけど、やっぱりああいうことが起きてしまうんだ、自分たちもやっぱり何かがこうどっかですり抜けてしまってってことが起きないとも絶対言えないからですね。それ起きないためにしっかりとみんなで話し合いながら共有しながら進めていかないといけないのかなって思ってます。はい。一方で置き去りを防ぐにはハード面での対策強化も欠かせません。こちらは愛知県の企業が開発した車内置き去り防止システム。エンジンを切りますと同時にこういったブザーが鳴ります。職員による目視確認を習慣化するため、後部座席まで移動してスイッチを押さないとブザーが鳴り止まない仕組みです。また実際に置き去りにされてしまった場合でも、車内のセンサーが人の動きや揺れを感知すると警告音が鳴り、登録先の最大5カ所に通知メールが送られます。価格は58,850円から。今月7日から全国のカー用品店などで販売されています。静岡県の事件を受け、政府は全国の保育所や幼稚園などの送迎バスにこうした安全装置の設置を義務化する方針を決めました。具体策を今月中にまとめるほか、安全装置の使用などに関するガイドラインの策定や職員向けの安全管理マニュアルの作成なども進めています。事故を防ぐ、一つの方法としては安全装置っていうものは大変効果があるんだろうというふうには考えております。ただそれだけでいいというものではなくて、安全装置というふうなハード面と、人っていうソフトの面両方からのアプローチがやっぱり必要になってくるんだろうというふうに考えております。